悩み相談。はい、今回いただいた悩みがですね、こちらの情報商材完全バイブルでございます。はい、ババン。この絶版の本ですね。はい、この超特典の申請していただいた方からお悩みいただいております。はい。どうもー、どうもー、どうもー。吉谷さん、こんにちは。M と申します。40代半ばです。いつもコンテンツ楽しく拝見させていただいております。ありがとうございます。情報商材版バイブル、とても勉強になりました。分厚い本ですが、とても読みやすく、サクサク読みました。悩みですが、今までいろいろな情報商材を買い、そしてコンサルを受けたりしてきましたが、結局お決まりの、ノウハウコレクターになってしまい、少しの結果しか出せずに今があります。今現在まだ少しの実績しかない自分を、今後どのようにブランディング化していけばいいか分かりません。自身の今までの経験を生かしていけば良いのだろうけれど、情報を欲しがっているブログの読者さんやツイッターのフォロワーの方、動画の視聴者の方が自分のコンテンツを見てもらうまでにはまだ実績があるうちに入りません。吉谷さんはまだ実績が全然少ない頃はどういうふうに自分をブランディングしていきましたか、教えていただけると幸いです。これからもコンテンツ楽しみにしています、よろしくお願いします、ということで、なかなか詳しく書いていただいております。ありがとうございます。本当ね、このね、特典申請していただく方って特典が欲しいので一行が多いですね。一行率高いんですけど、こんだけ書いていただけるのは結構ありがたいですね。まあ、この悩みは非常にいい悩みなんじゃないですか。うん、めちゃくちゃいい悩みですね。要は実績がない自分がどうやって情報発信して、どうやって稼いでいけばいいのか。実績がないよと、周りを見たらね、月収100万稼いでますとかね、月収300万稼いでますとかね、年収1億円ですとかね、年収1億円のルーティーンと学ぶみたいなね、1億円なんかねえよみたいなね、1日のアフリ報酬こんな上がってねえしみたいな、まあ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 、まあ初心者の方、情報発信これからやっていく、実績がない。まあこれはほとんどの人に当てはまるんじゃないかなと思うんですけど、これは単純にですよ。単純に、見てるところが、そこだからそうなるんですよ。この悩みの、この、そもそもですね、この悩みの、なぜこの悩みになるのかっていうと、見ているところが、ここの、まあ文面にもありますけども、なんだ、まだまだ実績が全然少ないのでっていう、その実績の部分をどこと比較対象してるかなんですよ。例えばですよ、1万円稼いだという実績があります、ネットでね。じゃあそのネットで1万円稼いだ実績を年収1億円稼いでますという人と比較対象したら、それは小さいですよ。それは小さくないですか。学ぶさん年収1億ですみたいなね、1万円しか稼いでません。1万円で何言ってんのこいつって話じゃないですか。で、じゃあみんなどこを見てるのかっていうと、年収1億学ぶを見てるわけじゃないですか。だからそれを見てるんで、私なんかって話なんですよ。だからそこは見る必要性がないんですよ。学ぶさんから学ぶ ところはあっても、そこを比較にしてはいけないってことです。学ぶさんから学ぶことがあったとしても、それを比較対象にしてはいけないってとこですね。要はターゲッティングは誰なのかっていうところで、自分より実績がない人にターゲッティングすればいいんですよ。じゃあ自分から自分で実績、自分より実績がない人ってどういう実績なのかっていうと、例えば、まあ、この場合だと情報商材を買いまくって高額コンサルとかも受けまくってるっていう実績がありますよね。もう一度言いますね。まず実績、まあ、この文面から実績をね、僕が掘り出していきますけど、まあ、いろんな教材を買ったという実績、いろいろな高額なコンサルを受けたという実績があります。じゃあこの実績っていうのは、これから情報商材を買おうとしている人たちとか、これから高額コンサルを検討している人だ、コンサル受けてない初心者ですよね。情報商材買ってない初心者、この初心者に対しては自分の体験価値っていうのはあるわけですよ。例えばどういう体験価値を提供できるのかっていうと、僕はこんなね、100万も払ってね、コンサル受けたけど、こんな感じで失敗しました。もしくは騙されましたとかね。だから、コンサル、もし、じゃあコンサルを、高額コンサルを受ける上で、押さえておきたい3つのポイントとかね。
もしあなたがこれから高額なコンサルを検討しているんであるならば、必ずこの話は聞いといた方がいいです。なぜならば、僕が今まで高額コンサル60万、100万、300万とかね、そういうの入ってきて、そこで学んだことや失敗してきたことを全てここで書くので、この3つ、押さえておきたい3つのポイントを、見ておくことによって、限りなくリスクなくいいコンサルを受けられます、みたいなね。すげえいいコンテンツじゃないですか、それ。おおみたいな。これ今からコンサル受けようとしてる人にとってはめちゃめちゃ価値ありますよね。その体験価値っていうのは書けますよね。書けるし、まあ動画で言うなら動画で言えるだろうし、あと情報商材買ってはいけない7つの心得とか、心得じゃないポイントとかでもいいですけど、もうそれとかもうだからその実績あるわけじゃないですか、買ってきた実績が。だからターゲットなんですよ。だ本当にこの情報発信する人の大きな間違いっていうのが、もうね、比較対象をね、上見てるから出せないですよ。だ僕もそうですよ。僕も偉そうに発信してますよ。で、偉そうに発信してますし、一応本も出してます。だけど、じゃあ本を出してるという比較対象で言うならば、僕一冊しか出してないですね。じゃあこれ、大悟さんとか何冊出しとんねんって話じゃないですか。神田さんとか何冊本出してんねんって話じゃないですか。じゃあ本の数1冊しかないですよ。ね。確かに本は出してるけども、本をリリースしてる人と比較したら、たった1冊です。たった1冊の残、しかもこれ、3000部しか売れてないですから、3000部です。ね、3000部、4年かけて3000部しか売れてないですよ。ね。もうたったそれだけです。ね。じゃあ、与沢さんなんかね、お金の心理なんか、10版決まりましたって言って、もう7万部ぐらい売ってんのかな。だからトータルで与沢さんも結構本出してますけど、もうほとんどその10万分近い結構な売ってると思うんですよ。だからもうビジネス書とかで確か5万部ぐらい売ったらもうかなりすごいらしいんですけどね。2万部だったかな、1万部だったか忘れましたけど、でそれに比べたら3000部ですよ。クソですよね。どうですか。だから僕そこ比較してないですもん。逆に僕なんかこれプレミアですよって言ってますからね。もう買えないですみたいなね。そこ比較、光にスポットライト浴びてない、浴びさせてないです。いや、僕ね、生涯に1冊しか出してないですけど、これプレミアなんですみたいな。まあ実際にそれはもう使え、よく使ってるんですけど、アマゾンで価格落ちてないんで、4年経ってもね。そこは光を当ててますよね。いや、1冊しか出してないというところに光を当てると、ね、しょぼいわけですよ。ただし、もう販売をしていないっていうところのプレミアに光を当てる、もう販売してない重版ができないっていうところに光を当てる、でなおかつ4年経ってもアマゾンでプレミア価格ですよと、新品買おうと思ったらアマゾンで新品買おうと思ったら5000円6000円ですよっていうところに光を当ててるんですよ。だから光の当て方ですよね。でこれによって変わってくるんですよ、伝わり方が。だからたった1冊でも勝負できるんですね、光の当て方次第で。でもこの光の当て方を、いや僕1冊しか出してなくて3000部しか売れてないんですよみたいなっていう光の当て方だと、興味性出ないんですよね。わかります。だから与沢さんの場合は、いやお金の心理また重版決まりました、重版決まりました、重版決まりましたっていう光の当て方ですよね。あ、重版が決まったんだ、売れてるんだ、じゃあ買ってみようみたいな、こっちの光の当て方、プレミアですよ、まあ手に入らないですよっていう、じゃあ手に入らないもの今いくらなんだろうみたいなね。だからもう光の当て方、ターゲットのところです、ここですね。だからターゲットは誰なのか、そしてどこに光を当てるのかっていうところさえ、なんだ、ちゃんと見れれば、もういくらでも発信できますよ。いくらでも発信できます。でそもそもブランディングっていうのは、その多くの人はね、ブランディングってそもそもね、情報ビジネスで言うならば、その集客をして顧客リストを獲得して、まあ、情報ビジネスやっていくわけじゃないですか。じゃあブランディングって何ですかって、そもそも情報を発信してないとブランディングそもそもなんないよねっていう。だけど情報を発信する前にどうやったらブランディング自分ができるんだろうみたいなね、なんか発信する前にブランディングを考えてるみたいな。いやいや、発信してないとブランディングになんないよそもそもって話で。だからあとは情報発信のいいところっていうのは、いくらでもね、ブランディングなんか後からいくらでも変更できるんですよ。チャンネル名も変更できるし、
ね、動画をやってるんだったら動画も非公開にできるし、いくらでも方向転換できます。だからね、僕メガウィンさんね、メガウィンさんっていうもう一番日本でね古い YouTuber、 多分一番古いと思うんですよ。結構めちゃめちゃ古株なんですよね。でまあ後から来たね、あのヒカキンさんとかね、ヒカルくんとかね、あの柴田さんにどんどんね追い抜かれて、あの残念な状態になってるんですけど、そのメガウィン TV さんね、メガウィン TV さんはあのね、以前ね、あのポケモンチャンネルに変えましたからね。そで柴田さんもそれ言ってましたよね。それないわみたいな。いやでもできるんですよ、それがいくらでもね、あのその自分のエゴがなければいくらでもチャンネル名変更できますから、もしくは新しいチャンネルも作れるだろうしね、いくらでもチャンネルの制限ないですよね。 YouTube とかもブログの制限もないだろうし、いくら変えてもいいですし、だからそのいくらでもブランディングって作れるんですよ。でもこれがリアルビジネスだとやっぱそうはいかないですよね。どうですか、まあグッチっていうブランドを作りました、じゃあグッチのロゴを作りました、でそれで定着させるのにエルメスのロゴを変えるとかね、ビトンのロゴを変えるってこれ結構しんどくないですか。もう金めっちゃかかってるし、物作ってるしって話で、でも情報ビジネスっていくらでも作ってもタダで作れるし、変形させられるし、これがすごいことなんですよ。だからブランディングっていうのはやりながら作っていくものです、情報発信は。ただしこれリアル事業だったらちょっと話は変わりますよ。やっぱ企画会議してある程度やっていかないといけないです。それは何でかっていうと、そこにランニングコストがかかるからです。でも僕が言ってるネットビジネスの情報発信に関してはいくらでも消せるし、だってヒカルくんとかもそうですよ。ヒカルくんも情報商材やってた YouTube チャンネルあったんですよ、昔ありましたからね。金髪アイコン、金髪で、あの金髪ヒカルの起業家の YouTube チャンネルありましたからね、昔。多分知らない人多いと思うんですけど、だけど YouTuber になってからその、チャンネルの動画全部抹消ですね。抹消抹消です。多分もうね、金髪起業家ヒカルを知ってる人は限りなく少なくなっちゃったと思いますよ。多分知らない人多いんじゃないですか。だってもうだいぶ経ちましたね、7年8年経ったんじゃないですか。だから僕が一番、ヒカルくんが一番最初見た時、 YouTube の広告にバンバン出してたんですよ。当時 YouTube の広告あんま出してる人いなかったんですけど、ヒカルくんがね、どうも金髪企業がヒカルです、僕は月収1000万稼ぐみたいな広告をバカバカ出してて、すげえなんか勢いあるやつ出てきたなと思って、でブログとかもちょっと見たんですよ。でワードプレスかなんかで3カラムでね、でブログもまあまあちゃんとやってたんですよ、まあ、あるある系の情報ビジネス、あるある系情報商材やあるある系の3カラムのブログを作ってました。でリスト取ってましたよ。おお、なんかやっとるなーみたいに見てたんですけど、いきなり消えてですね、いきなり消えて今 YouTuber でしょね。で昨日そのサッサンっていうね人がいるんですよ。サッサンっていう人がいて、 YouTube もやっててブログもやっていて、で、ネットその YouTube の広告とブログの収入で合わせて100万以上稼いでる人なんですね。でその人サッサンっていう人がその YouTube のそのなんか データを調べられるツールみたいなウェブサイトがありますよみたいな紹介してる動画を見てたんですよ。でそれ見たら光る、で、それ見たら数字大体合ってるんですよ。そのいくら稼い、YouTube の広告収入でどれくらい稼いでるのかっていうね。で、それで光くん見てみたんですよ。で、光くんの推定の YouTube の月収収入が3000万ぐらいありましたね。あ、広告収入だけで3000万ぐらい抜いてんだ、みたいな。すげえな、みたいな。3億ですよ、広告収入だけで。だけですよ。あとは企業案件とかもあるから、本当にもう10億ぐらい稼いでんじゃないかなって。まあ、この前ね、靴、今年になって靴をコラボして、靴のコラボでこの前売ったのが10億円以上売った。で、宮迫さんのやつも6億、5億か、まあ、売ってるわけですよ。だからその、なんだ、レベゼン地球さんとコラボしたやつが10億以上かな、売ってますし。まあ、ヒカル君やばいですね、今。めちゃくちゃ稼いでますね。ぶち抜いたほど稼いでると思います。まあね、昔、金髪起業家だったのに、今金髪 YouTuber ですね。だから変えてません、ヒカルくんも。昔金髪起業家情報商材屋だったけど、今 YouTuber 変わってますよね。変えてますから、変えられるんです、いくらでも。こんなのはブランディングなんていうのだから、これネットビジネスのすげえいいとこですよ。だからこうしていかないとかないですもん。
そのだからやりながら、あこれ当たったなと思ったらそれで言ってもいいだろうし、うん、だから そもそも差別化っていうのは、あの発信しなければ差別化は始まらないってことです。もう一度言いますね、大事なんで。差別化ブランディングっていうのは発信しなければそもそも始まらないということですね。だから始めなければいけないってことですね。ブランディングをしたいんだったら始めろっていう話です。始まんないとそもそもブランディングできないんで。でそもそもですよ、 YouTube で言うならば、見てる人の数と発信している人の数の割合が圧倒的に違います。だからその全体のボリュームで言うならば、YouTube の発信してる人が 3% ぐらいだったかな。 3% か 4% なんです。だからもう圧倒的に見てる人の方が多すぎるんですよ。もちろんね、最近は芸能人とか、まあ、露骨に、まあ、目に見える感じで入っては来ているけれども、これ継続とかね、そういう部分でも全部トータル的に見た、生き残ってる人、ずっと発信してる人、もう 3%、2%、1% になってくるんじゃないですか。だからもう続けるというところでもう見たらもう限りなく少なくなりますね。参入者は昔に比べるとちょっと増えましたけど、だけど続けるという観点で見たらもう 1,2% じゃないですか、うん、じゃあもうその時点で差別化なってません。続けるだけでもうもはやブランディングですよね。だからその割合から見てもどう考えても、だから続けるだけでブランディングになりますからね、そんなのは。うん、だって本当みんな辞めてきますんで、間違いないです。もうどうこれ10年後も20年後も辞めていく人の割合の方が絶対多いです。じゃあ10年後20年後30年後は人間のマインドがね、強化されてるのか、されてないですよ。だからそもそもその日本の教育が義務教育で、そのなんだ、その別にそのマインドとかは別に教わらないだろうし、暗記教育で思考停止の教育なんで、まあ教育制度が変わったとしても、変わったとしてもマインドが上昇する、温暖化になって気温はね、地球の気温は上昇するかもしれないですけど、人間のマインドが上昇する、全体的に上昇するってことは多分ないですね。もはや上昇するより下落ですよね。ああコロナショックみたいな感じでマインド下落みたいな、マインド下落はありえますね。てか今後マインド下落していくでしょ。 AI がどんどん出てきて、あ 俺たち AI に仕事取られた、ふざけんな AI や、なんでこの AI ふざけんなみたいなね、マインド下落ですよね。人のせいにする、人のせいにするじゃなくて、今度は人のせいではなく AI のせいにするっていうね、このせいにするというねマインドは進化するかもしれないですね。人のせいにするなっていう話あるじゃないですか。 AI のせいにするなみたいなね、今度出てくると思いますよ。うん、なんで、まあ、ブランディングに関しては、まあ、まず発信することを始めなければブランディングはされないということですね。うん、だから結果に関してはどこにフォーカスしてるのか、どこをターゲティングしてるのかっていう話です。もうこれだけでかなり、体験資産をめっちゃ持ってるんですよ。人より情報を買ってきた、人よりコンサルを受けてきた、もうこれだけで体験資産っていうのはあるんですよ。ただしこの体験資産を、誰に生かすかなんですよね。でどのように光を当てるのか、だから光のその持ってる、まず持ってる体験資産に気づく、自分の持ってる体験資産に気づく、でその資産の光の当て方、どこに当てるのかっていうところと、ターゲットは誰ですかっていう、ここですね。ここさえしっかり明確化されていれば、もうこれだけで稼げます。これだけで。じゃあ、例えばでしょ？例えば、1万円しか稼げてませんという結果だったとしてもですよ。世の中には1万円すら稼げない人がいるわけですよ。たくさん。100万円稼いでる人の割合で言いますよ。じゃあ、月収100万稼いでる人の割合なのか、1万すら稼げてない人の割合なのか、どっちの方が多いですかって話です。もう圧倒的に1万円すら稼げてない人の割合のがめちゃくちゃ多くないですか。ということはお客さんめっちゃおるやんって話じゃないですか。じゃあネットでね、1万稼ぐやり方を教えます、授業料3000円くださいっていう商品でも売れませんか。もう売れる自信しかないですね。で返金保証もありますみたいな、1万円稼がなかったら1万円返金しますみたいな、それ3000円でいいですよみたいな、結果にコミット、タクザップ。結果にコミット、タクザップ。1万円稼げなかったら1万円全額返金。授業料は3000円だけ、初回お試し。いいじゃないですか。結果にタクザップ。こう売れますよ。だってお客さんリスクなくないですか。で、3000円でいいですよ。
じゃあこの3000円の商品を例えば100人に売ったら、30万ですよ。もう3000円の商品を100人に売ったらもう30万ですよ。じゃあ30万あったら飯食えませんって話じゃないですか。じゃあその1万円すら稼げてない人っていうのは100人足らずですかって話じゃないですか。日本全国もう何千万人いんのかって話ですよね。その何千万人のたった100人に3000円の商品売るだけで30万ですよ。1万円の結果でも大丈夫です。実際にこれ僕ね、情報ビジネスずっとやってますけど、昔その5万円、ブログアフリエイトで5万円稼ぐっていうね、これね、沖縄の会社ですね。もう多分ないと思うんですけど、沖縄の、言っていいかな？もう多分ないと思うんですけど、多分ね、知ってるかもしれないですね。フリーリッチ、そういう名前の会社だったと思うんですけど、そこがやってた5万円か、稼ぐブログの教材みたいな、もうブログこれから始め、これの教材勉強してやっていきましょうみたいなレターとかね、まあしっかり作り込まれてますけど、コンセプトは5万円です。じゃあそれどれぐらい売ってたかっていうと、多分何千万何億レベルでめちゃめちゃ売ってましたからね。それ3万円ぐらいで、多分2、3万だか1万4800円か1万円から3万円2万9800円だかな、まあこれぐらいのあたりで売ってたような気がするんですけど、めっちゃ売ってましたよ当時それ。うん、5万円稼ぐ方法1万とか2万、安くない？まあまあまあ、その書き方、光の当て方ですけどね。だそれも、なんか光の当て方が、そのね、月収100万目指すために一番大事なのはどこですかと。3万、ね、今ブログアフリエイトで月収100万目指す前に、ね、確かに月収100万あった方がいいです。でもね、ステップとして1万円も稼いでない、3万も稼いでない、5万も稼いでない人が月収100万目指せますかと。これ無理じゃないですか。でも多くの人たちはいきなり月に1万も2万も稼げてないのに月収100万稼ぐためにそれらの教材を買ってうまくいっていないと。で、ノウハウコレクターになってしまうと。であるならば、このまず月、確実に月5万稼げるステップを踏むために、この教材をまずは勉強しましょうという光の当て方ですよね。だそしたらじゃあそっちを選ぼうかなってなるじゃないですか。そういう光の当て方、まあコピーの見せ方、書き方、言い方をすればね。実際そうなんで、みんな月収100万稼ぎたいなとかね、1000万稼げたらいいなと思って教材買ったりとか塾入ったりとかコンサル受けるけども、ほとんど稼げないんで、もうそれがその人たちがターゲットですよね。そうなってませんかみたいな。そこを目指すのは悪くないと、目指すべきです。ただし順番があるよねと。だその順番、ステップを踏んでないのにそこを目指しても稼げないよね。だからまずは3万稼ぎましょう。まずはこれで5万稼ぎましょうよと。すげえ現実味がありません？刺さりません？コピーが。そのターゲティングに対しては。って話です。はい。ということでいろいろとお伝えさせていただきましたけど、もうね、いい質問でしたね、今回。いい質問だったんで、いい悩みだったんで、いい話ができたんじゃないかなと思います。はい、では終わります。ありがとうございました。